ください。彩音の幸福理論。ブザーって言いましたね。みんなのことを
の日の秘密組織はちゃんと笑って暮らせているのかな。きっと私は怒られちゃうな。だけどちゃんとお姉ちゃんになれたかな。ありがとうございます。